んにちは。お疲れ様です。あゆです。今日はバレンタインの T シャツをお揃いできて、試合に行ってみました。視点はケンくん視点でお送りしてます。はい、もう私は打たれてしまいました武器ガチャが弱すぎて。おー、危ないとこでした。助けてもらってます最近は、前は朝の句あんまりって感じだったんですけど、パラリゾとブーキャンオリを結構行ってます。やっぱりなんか最初に敵がいて、それを切り抜けてこうやっていくっていうのがいいねっていう感じでやってます。なんか最初敵いないとこ降りていっぱい物資あさったのに、やっとあった敵に瞬殺されるっていうのが一番嫌だなって感じなので、結構激戦区降りが私とケンくんは好きです。ケンくんはね、まだ風邪ひいてるから今日も私だけでお送りしてます多分みんなそろそろケンくんが恋しくなってるかもしれない。まだいるみたい敵が。私は遠くにいる。何してんだろう。あ、なんか撃ってる。ジャンプして一応戦ってるみたいです。遠くでも銃声してる。でもやっぱ私はパラリゾよりブーキャンの方がいいかな。武器が拾いやすい気がする。みんなはどこが好きですか？結構なんかいろんなとこで銃声してる。なんかパラリゾは袋、材料の袋がいっぱい落ちてるっていう噂を聞いて結構最近行ってて、でまあもう袋は集まったんですけど、結構なんかパラリゾいいねってなって結構降りてる感じです。お、危ない。やっぱあれかな、ケン君は足音がよくわかってるからすぐ見つかるんだろうな。あ、これなんかね、後ろにも敵いて、私は後ろの敵から撃たれました。おお、また助けてもらっちゃいましたね。いつもこんな感じなんですけどね。やっぱケン君は最近さらに敵を見つけるのが上手になってる気がします。やっぱ今敵なかなか見つけられないよっていう人がいるかもしれないけど、やっぱ練習していたら見えるようになってくると思います。あ、撃たれてる。どっから撃たれたんだろう。あ、いましたね。走ってきてる。気づけば残りあと9人、8人、8人になってる。やっぱガツガツいかないとね、ケン君にキルは負けちゃいますね。でもガツガツいくと撃たれちゃうんだよな。やっぱりまだまだということでしょうか。なんか私とケン君は最近あの AK を使うのにハマってます。前はねやっぱ416が良かったんですけど、みんなは何の武器が一番好きですか？
私は前416って言ってたけど、今はねどうだろう、やっぱ MK が一番好きかもしんない。うん、まあブームはいろいろありますね。今はなんか7ミリの武器が使いたい気分です。あと SR かな。あと4人になってる、気づいたら。ケン君とやってるとあっという間に敵が減っていくきっと今日も MVP は取られますね。なんかよくねデュオで征服者と目指したらどうですかって言ってくださる方がいるんですけど、多分無理ですね私がいたらなんかねフォローが全然できないんですよね。あー気づいたらドン活してるこんな感じでねバレンタインのお揃い T シャツを着てドン活することができました。私は何キロしたんでしょうか今これねあのお揃いの T シャツのためにぬぎぬぎしてますどうですか、これ正しい使い方はこんな感じということで皆さんも夫婦やカップルでこの T シャツを着て戦いに行ってみてください。次はケン君が風邪が治って多分一緒にお話できるかなって思いますまたよかったら見てください。いつもありがとうございます。バイバーイ。